VTuber メイドラミエ大好きラミエちゃん。やあ、先生ケースだよ。よし、やっていくぜ。もう何も言わんぞ。何も言わずにね、このいい匂いがしたというね、すごい期待をそそられるようなメッセージの正体を見ていきたいと思います。味噌汁、味噌汁の甘辛い匂いだ。懐かしい感じがした。実家にいるような安心感だ。うん、ちょうどいい濃さです。誰かの声がする。ご飯を作ってくれているようだ。これならきっとご主人様も食べやすいはず。うっすらと徐々に目を開いていく。わあ、出たもうガチのメイドみたいなことやってるやん、お前。朝食作ってくれるとかさ。あー、でもな、俺はそれよりも君の胸についている2つの果実が食べたいけどね。その姿をぼーっと眺めていると不意に少女と目が合った。ご主人様、もう来てしまったのですか。お疲れのようだったのでもう少しお休みしてもいいですよ。やっぱりな、やっぱちょっと父が横にゆらゆら揺れとるところがちょいちょい見受けられるよな。心配そうな表情で見つめられて胸の奥が熱くなる。その熱を胸の奥へと無理やり押し込んで平静を装った。目覚めたらいきなりこんな爆乳な女の可愛い女の子がおったらさ、ギャルゲの主人公やな。どう考えてもギャルゲの主人公やなってなる。もしかして私がうるさくしてしまって起こしちゃいましたか。一番うるさく主張しているのは君の胸だけどね。いや、そういうわけじゃないよ。これはなんというか焦燥感みたいなもので。社会人になってから毎日この時間前には起きないといけないって思うようになって。ああ、わかるわかる。なんかさ、毎日同じような時間に起きよったらさ、目覚ましが鳴る前に起きてしまうよな。そういう気持ちが勝手に僕を起こしてくれるようになったんだ。っていうか僕は何を思って目の前の少女と普通に会話をしているんだ。ゆっくりと深呼吸をして目の前の少女を見据える。本当に天塚ラミエなのか。はい、天塚ラミエです。そうだよな、バーチャルからキャラクターが出てくるっていうことに実感が湧くわけないもんな、こんな。あれ、どうしたんですかご主人様、ぼーっとしちゃって。ニョキの頭で昨日のことを思い出す。確かその日の店の売り上げを回収してアルバイトの子たちを送って家に帰ってきたら、パソコンから天塚ラミエが出てきて、はあ、夢じゃなかったんだな。ご主人様。そうやな、夢っぽい感じがするもんな、こわ。いや、なんでもない。信じられないけれど天塚ラミエが僕の元にやってきた。こんな夢のこようなことが起こるなんて。わあ、連れてくるな。引っ張るな、引っ張るな。ラミエに腕を引っ張られ、その力を頼りにベッドを切る。そして食卓に着かされた。朝ごはんの用意ができてます。食事は力の源です。もうさ、君のことを見ているとなんか元気が出てくるよな。まあ元気出てはいけない部分まで元気出てくるけどね。一日のリズムを整えるとも言われてます。しっかり食べて目を覚ましましょう。はーい、すぐに並べますので少々お待ちくださいね。はーい。やがて食卓に並んだのは白米に味噌汁、出汁巻きで、だし巻き卵っていう言葉読み慣れなさすぎてめっちゃ噛みようね。これほうれん草とベーコンの炒め物というメニューだ。あまり凝ったものが作れなくて申し訳ない。うん、君はどっかに嫁いでもいいんじゃないかな。もう奥さんとして一人前レベルだよ。さすがメイドやなって。バーチャルの活動でもさ、なんかそういう活動しよったんかなって。メイドやけんしよったんかな。いやいや、謝らなくていいよ。むしろすごい方だから。一人暮らしの男の冷蔵庫の中にある食材なんてたかが知れてる。
限られた食材でこれほど朝ごはんらしい料理を振る舞うことができるのだから、ラミエの料理の腕が相当いいこと裏付けている。料理できるんだね。ご主人様のために勉強しました。今の反応からしたら別に動画とか配信の内容では別に料理のこととかやってなかったんじゃ。勉強？はい、ネットは情報の海ですから。なるほどね。この世界に出てくる前いっぱい勉強してたんですよ。うわいい子じゃ。ご主人様のためだったらたくさん勉強しましたよみたいな。うわーそのため俺のためにやってくれたんじゃ。すごい愛を感じる。世界に出てくる前そこなんよな。でもそこなんよな。そんな世界って普通にポンって出てくれるもんなのか。今は神様から力を授けてもらって画面の外に出てきていますけれど、すごい都合のいい力を持った神様やな。最近の神様ってさ、バーチャルのキャラを画面から外に出せるんか。何その現代的な神様。何しって言うの。私はもともと電子の存在なので、普通の情報ならネットワークをたどって見ることができたんです。そういう話を聞かされると彼女は画面の向こうから側からやってきたんだということを改めて実感する。ここに来た理由は僕のことが心配で勇気や希望を与えたいとか言ってたけど、僕なんかのためにそこまでしてくれる必要はないのに。さあどうぞ、熱いうちに召し上がってください。ありがとう、いただきます。ラメが僕のために作ってくれたという朝ごはん、その肝心の味は、あ、美味しい。お口に合ったようでよかったです。わあ。とは言っても簡単なものしか作ってないんですけどね。お前はこれ以上難しいものを作ろうと頑張ろうとしてるな。お前すごいいいやつやな。シンプルな料理だからこそ料理の基礎が詰まってるんだよ。まがいない意味を、僕も飲食店を回している人間だ。それくらいのことはわかる。あ、そうかそうか。同じ料理でも作る手順を守らなければ味や舌触りが全然違ってくる。ラメの料理は食べる人のことをしっかり考えているものだと思うよ。そんなこと言われると逆に恥ずかしい。この顔ですよ皆さん。これサムネにしようかな。サムネにしようかな。今のうちにちょっとスクショ撮っとこうかな。スクショ撮るボタンこれか。頬を染めて身をよじるラミエはとても可愛らしい。あのご主人様、一つわがままを言ってもよろしいでしょうか。なんだい。まあわがままっていう文字を言ってる間なんかえらい割と横に父が揺れたような気がするのが気のせいかな。わがままボディ、そもそも君がわがままボディなんだよ。わがままは言う前に体で表してるからな。お前はわがまま。はい、私に食材を買いに行くことを許してほしいのです。出ちゃいちゃうの。家から出て行って大丈夫な。バーチャルのキャラクターが出て行くんはいいけど、その服装で出て行ったらちょっと地上みたいな感じになるからな。お前うん、すれ違う人の視線全部集めるぞお前。せめてちょっと服装はもうちょい普通な感じにした方がいいと思うぞお前。もちろんそんなに高価なものを買うつもりはありません。ご主人様の言いつけも必ず守ります。よろしい。俺の言いつけを背いたらお尻ペンペンだぞ。ご主人様には少しでも精のつくようなものを食べてもらいたくて。もしかしてこれから毎日僕のためにご飯を作るつもりなのかな。ダメでしょうか。全然ダメじゃねえ。全然ダメじゃねえけど、ダメってことはないけど、まあさすがに申し訳ない。でもラミエの目を見れば本当に僕のことを心配してくれているのかがわかる。そんな目で見つめられると断るのも気が引ける。せめて僕からも何かしてあげられることがあればいいんだけど。マッサージしてあげるか。マッサージしてあげるか。で夜10時とか寝る直前ぐらいにさ、お疲れさんって言うてさ、一緒にベッドに入ってさ、俺が体をいろいろ押してあげるんだ。ああ待てよ、俺帰ってくるのえらい時間遅かったな。やばい、それをうまくやるんだったら今の職場の状況を改善せんかったらあかんな。じゃあ僕も買い出し付き合うよ。いえいえ、ご主人様のお手を煩わせるわけにはいけません。いえいえ、君みたいな可愛い子が隣に歩いていると俺の価値まで上がる気がするんで。嫌な男、嫌な男。わっ
あんな可愛い女の人を隣に連れて、あの男の人を、何者なんだみたいな。すごい嫌な男見ながらになってる。そうは言っても、ラメにしてもらいっぱなしだと、僕もスッキリしないからさ。でも、私がご主人様のことを励ましに来たのに、これじゃ。気にしなくていいよ。誰かに気を使われることには慣れてないんだ。それに。そうなんよな。どう考えてもグラビアアイドルとかそういうタイプの人が着なあかんような服装なんよな、これ。改めてラミエの格好を見る。コスプレ感の強い、露出の高いメイド服だ。こんな服装でスーパーに来る美少女がいたら、みんなの注目の誠だろう。なんかの撮影から思われとね、思われてしまうよな。なんかそういう感じの DVD の撮影かなって。下手をすれば編集者に襲われたり、事件に巻き込まれたりするかもしれない。大丈夫かな？どうしたんですか？私のことをじっと見つめて。ちょっと、つかぬことを聞いてもいい？一応、天使だったってわけやけんさ、手からなんか、光の剣とか出せたりするんかな？何かに襲われた時に戦えるように光の剣とか出したりするんかな？なんか、エンジェルビーズとかで見たことあるぞ、なんか。なんかそういう感じの、なんか、天使的な攻撃スキルみたいなのあるんかな？だったらさ、防寒に誰かに襲われても帰るうちにできるかもしれんけど。やっぱりラミエを一人で買い出しには行かせられないよ。僕の世話をするためにやってきた女の子がどこかでトラブルに巻き込まれてしまうことを考えるだけで胸くそ悪い。主人公が結構心優しい。そうなんだよ、心優しいんだよ俺は。ラミエが笑顔を向けてきた。その笑みはとても眩しく感じた。そういう綺麗な人間じゃないよ。そんなことないですよ。だって私を守るために一緒についてきてくれるんですよね。まあそうだね。仕事のついでだよ。僕の朝は自分の店で使う食材とか足りない日用品の買い出しから始まるから。あ、飲食店やけんあれか、朝の時短に店開いてない時っていうかそういうもんなんか。でもラメはどうしても僕のことを過大評価したいらしい。僕なんてただの借地に過ぎないって言うのに。ふと時計を確認すると朝の9時をもらおうとかという時間だった。そろそろ家を出なければいけない時間だ。5店舗分の買い出しは時間がかかる。いや待てよ、でもさ、店長がこういうもん買う出ししに行くもんか。それこそなんか一緒に手伝ってもらえるような社員とかおらんもんかなって思うやけど、なんで店長が5店舗分の買い出し全部やらなあかんのか。押し付けすぎじゃない？さすがにそれ押し付けすぎじゃないお前。朝早くから働かせて夜遅くまで、しかも深夜4時とかが当たり前とか、とんでもないぞお前。社畜どころじゃないよ。相手んだ、オーナー俺のことなんだと思ってんの。そうそう、準備して出かけるよ。最後にだし巻き卵一切れを味噌汁でかき込むようにして食べて席を立つ。少し残してしまったけれど、余った分は仕事から帰ってきて食べることにすればいい。シャワー浴びるから5分くらい待っていてくれ。そしたら一緒に買い出しに行こう。かしこまりました。うん。ラミエは食べ残しのご飯と僕を見比べて寂しそうに言ったのだった。なぜ見比べるんだ。見比べるな。なんか食べ残しのご飯と比べられるってなんか嫌な気分なんですけど、やめろ。あーなんだ、シャワー浴びてるとこにさすがに入ってこんのか。失礼します、背中流しますみたいな、さすがに来んのか。まあ来たらさ、さすがにスイッチで発売できるようなゲームじゃなくなるけんな。対象年齢が上がりすぎて。そうやな、スチーム版出たらさ、 R18 パッチとか期待しておこうかな。出ればの話やけど。出かける準備ができると車の助手席にラミエを乗せて出発した。ラミエは窓からの景色を興味津々な様子で見ている。あ、バーチャルの中から覗くんだった。そういう外の風景とか見えんもんか。うわ、これがリアルの世界なんですね。電子の世界の住人だったラメにとっては初めて見る外の世界だ。いろいろと気を引かれるものがあって当然だろう。ゲームセンター、食べ物屋さん、大
電量販店、ホビーショップ。いろんなお店があるんですね。人もたくさんいます。ここは都内でも末なりに人が集まる街だからね。あの男の人、カバンに私のステッカーをつけてますよ。あ、ファンの人おる。ファンの人おる。嬉しいな。うん、まさかさ、そのファンの人もさ、こんな近くを通る雲の中にさ、ラミエ本人がおるとは思わんのだろうな。未来だ、どんな感じの思うんだろうな。やばいな。やばい、ちょっとぐらいさ、変装させとかなあかんかったんちゃうんか。その芸能人が後ろ見で通うような感じの変装させとかなあかんのちゃうんかな。やべえ、芸能人の知り合いがおったら、こんな感じで変装しとけばバレないよみたいにアドバイスもらえたと思うのにな。そういう人脈ないかな、さすがにないか。ああ、隣でキャッキーと楽しそうにしているラミーを横目で見ながら目的地へと車を走らせていく。おいおい、ちゃんとシートベルトはつけなよ。いやいや、その格好で来るんか。具体的には何を買うんですか。その前にお前ら服装何の対策もしてないか。服装に関してはもう諦めたんか。せめて男物でいいからさ、その主人公の服何か着させてあげればええのに。これは良くないって。この見た目はもう朝、もう午前中にこんな服装で歩いていいもんじゃないって。メインになるのは食材かな。やっぱり飲食店だからね。数日分くらい一気にまとめて買っちゃうんですか。それができたら良かったんだけどね。できないんですか。僕の店は飲食店とは言ってもコンカフェだからね。基本的に店舗面積が小さいからフードの在庫を大量に備蓄しておくことが難しいんだ。ああ、なるほどね。それじゃあ毎日朝からこうして買い出しをしているんですか。当番制にしてほしいですけどね。せめて当番制にしてくれませんかね。ね、各店舗に一人ずつ当番として買い出しに行くっていう役目を任されるような人おらんのかなって。なんで俺こんな朝早くからこんな働きだし、買い出しに行かなきゃいけないんだろうなって。そうだよ。そんな、帰ってくる時間もあんなに遅いのに。村見えちゃん、その気持ち俺も感じる。日本で働くってことはそういうことです。お前、さらっと日本のことディスるな。日本全体がそういうわけじゃないよ。確かにそういう地域おるかも、多いかもしれんけどさ、その、ツイッターとか見たら社畜とかさ、そういう残業とかいう話、まみれとるかもしれんけどさ、それが日本だっていう言い方はやめろ、お前。やべえ。このゲーム、割とドスが効いとるな。そういうわけだから。毎日こまめに買い出す必要があるんだ。何なんだろうな。このゲームのシナリオライターさんはそういう過去にさ、そういう会社に勤めとったんかな。なんかそういうのをさ、作品に詰め込んだんかな。そういうブラックな立場に置かれた自分の人生観をゲームに詰め込んだんかな。ラビエンスを説明しながら食品コーナーへと立ち寄った。メインになる買い物から先に終わらせようという考えだ。ラビエンの目的も食品コーナーだろうしちょうどいい。僕らは食品コーナーを順番に回りながら必要なものをカゴに入れてった。その途中でふとラビエンがこんなことを尋ねてきた。どうした。ご主人様の好きな食べ物は何ですか。好きな食べ物ですか。そうですね。おならくろ、お好きな食べ物か。なかなか思いつかない。いつもあまり深く考えずにカップラーメンとか、レトルト食品を食べている弊害かな。そもそもめんどくさいときは食事をしないっていうときもあるくらいだ。むしゃくちくあるあるって感じやな。和食が好きとか、中華が好きとか、洋食が好きとかないんですか。やべえ、選んだやつで作ろうとしようとしてるな、お前。そんなにボキャブラリーあるん、君の料理。全く思い浮かばない。昔の記憶とかも遡っているけれど、全然わからない。ご主人様、
重症ですよ。確かに重症だわなこれ。うん、過去で魚を持っても好きな食べ物ってなんだろうってぐらいになってしまった。それぐらい食生活なんかもうどうでもいいものになってしまっとうからな。そういう生活しとるからな。甘さ、それは日本にとって当たり前のことだよとか言うさ、割と爆弾発言放り込んできとうからな。ちょっとそういう方こそ精神科へどうぞって感じなんやけど、うん、俺の知り合いの VTuber さんでさ、心理カムセラーの人おるんやけど、その人を紹介しようか。いつも栄養価のないものばかり食べていたんじゃないですか。図星ですね。ちゃんとしっかり食べないとダメですよ。これ以上ラメに気を使わせたくない。そう考えている僕に対してラメは呆れたような表情をしつつも、ほんの少し嬉しそうに微笑んでいた。ああ、しょうがないですね。ご主人様のために私がメニューを考えてあげます。わ、俺に対して施すことがすごい生きがいになってる顔。ちょっと待って。あー、なんかそれ面白いなこれ。セーブセーブ、これはセーブしといて、なんものやつじゃ。セーブ。わ、ちょっとこれラメちゃんのさチョイスちょっと見てみたいな俺。なんだ、じゃあ決めてもらおうか。ダメだ、やっぱり思い浮かばないや。ラメが決めてくれ。かしこまりました。それじゃハンバーグなんてどうでしょう。ハンバーグか、得意なん。ハンバーグか、そういえば長いこと食べてないな。ちょっと手間がかかる系の料理じゃない、ハンバーグって。俺料理よく知らんけどさ、あれってさ、ひき肉をこねってなんか中のガス抜くためにペチンペチンでなんかやらんでなかったっけ。俺詳しいなんやけど、なんかスケートダンスでそんなん見たことある気がする。スケートダンスのハンバーグ作る回があってさ、それで見たことある気がする。まあ何しろ結構テーマがかかる料理のイメージがあるわ俺。メニューを言われると食べたくなってきてしまった。お願いできるかな。もちろんです。美味しいハンバーグを作りますので、お腹を空かせて帰ってきてくださいね。ラメはすごく嬉しそうだ。すげえな、肉肉しい女の子が肉肉しい料理を作ってくれるという快感があるな。今朝はせっかく作ってくれた朝ごはんを残してしまったし、今夜は残さずにしっかり食べないとな。ハンバーグを作るとなるとスパイスが必要ですね。そうなんじゃ。スパイスコーナーはどこでしょう。確かあっちの棚の下の方だったと思うけど、っていうか君がすでに僕の生活をスパイスになってるけど、はい、何も思うくないですね。ごめんなさい、続けます。ありました、行きましょう。ラメが小走りでその棚に向かっていく。その後を追うように僕もショッピングカートを押しながら向かった、お前もうちょいさ、メイドらしくさ、はしたない感じのことやめろよ、お前。他にもお客さんおるんちゃうんか。朝焼けもしかしたらお客さんの数少ないかもしれんけどさ、もうちょいそういうところ気を使った方がいいと思うよ、それは。それはメイドとしてとかじゃなくて、バーチャルのキャラとしてとかでもなくてさ、もう女の子として、その気をつけるところだと思うやけど、俺は。俺女の子じゃないけど、それはさすがにわかるぞ、お前。無防備すぎないよ君。その格好もそうやけどさ、君やっぱバーチャルのキャラやけんさ、その自分の能力でなんか着替えとかできんもんかったかな。そういうのはさすがにないんかな。ないんもんかな。突然光に包まれて光が消えた頃には着替えてるみたいな、そんなシステムないんかな。ないんか。棚の最下段に並べられているスパイスの類、その中から目当てのものを探すためにしゃがみ込んでいるラミエ。ミニスカートのメイド服でそんなことをするもんだから、スカートの中身が丸見えになってしまっている。これがスマブラだったらさ、ちゃんとスカートのパンツのあたり、スカートの中全部真っ暗になってさ、対策されとんよな。2つのメーカーさん、でもスマブラじゃないよなこのゲームは。どっちが美味しいんでしょうか。メーカーとかで味、あ、まあ変わるか。こだわる人はそのクロメーカーの方がいいみたいなあるんだろうけどさ、
まあ俺も主人公もそんなこだわりあるわけないわな。異なるメーカーが出しているスパイスを手に取り、難しい顔をして見比べている。あ出た。その間もずっとラメのパーツは丸見えだ。うん、ほんまにさ、女の子としてありえんぞそれ。自分の着とる服装とさ、その体勢取ったらパンツ見えるとかわかるもんやけん、ちょっと理解してさ、そうならんようにするもんやけん女の子って。なんだろうだろう、この子は常識的なあれはなかったんだろうかと思われるな。まあバーチャルの世界やけんな、あれもな。まあいいや。しかも胸元の露出が激しい衣装のため、しゃがむことで豊かな胸の谷間も挙動されてしまっている。確かにね。何カップなんこれ、公式サイトにさ何カップとか載っとんかな。見ているとよ、いろいろとやばい。なんかそういう、こっちのメーカーさんの方が内容量は多いみたいですね。そういうところ見よんじゃ。ああそれはまあ要は内容量的なものを見るところはまあ買い物ではよくあるか。長く持つものですし、多い方を選びましょう。おお、ちゃんと節約術っていうの分かってるね君。なあラミエ。はい、何でしょうご主人様。先に謝っておく。ごめん。え、なんで謝るんですか。この顔のところちょっとスクショ撮っとこうか、これサムネのために。これサムネやな、これをサムネにしようかな。パンツが見えてる。あ、言うた。はぁじゃないんだよな。お前の服装だったらそうなることはちょっと考えればわかると思うやけどな。僕に言われてようやく気づいたようで、ラミエは顔を真っ赤にしながら慌てて立ち上がった。あー、でもバーチャルの世界でこんな体勢取ること自体がさなかったかもしれんしな。あまつさえこんな低い視線で見られること自体が画面越しだったらなかったかもしれんし、そういうもんなんかな、バーチャルのキャラクターって。見ましたか。見えない方がおかしいんだよな。それ見えない方がおかしいんだよね。あの君見てしまった。 M 字っぽく足を開いた先に純白パンツがあった。本気でさ、これ知らない人から見られとったらそういう撮影なんかなって思われてしまうよ。どっかにカメラあるんかなって、カメラで撮ってるんかなって見られてしまうよこれ。お互いに無言になり、気まずい沈黙が流れる。やがて僕は意を決して頭を下げた。ごめん。いえ、私の方こそ明日ないものを見せてしまって申し訳ありませんでした。いえいえ、眼福。これを見て嫌だっていう人はなかなかおらんよ。発射だねなんてそんな、綺麗だったよ。ラメによく似合う上品な白で。解説せんで、その方が恥ずかしいわ。私のパンツについてそんな力説されても。そんな話はさ、絵師の間でやってください。絵師の中に混ざってやってください。あー、ごめん、そういうつもりじゃなくて。頭の中で弁明の言葉を探すけれど、どんなことを言っても墓穴を掘るような感じがした。慌てふためく僕を見て、ラミエは少し怒ったように口を尖らせてこう言った。ご主人様のエッチ。はい、エッチいただきました。うん、でもさ、君みたいな露出多いメイドの女の子のご主人になるような人って大体エッチなんだ。そういうもんだ。買うべき食材をあらかたカゴに入れた後、僕らは日用品コーナーにやってきた。お店で使う消耗品をある程度買っておきたい、そう考えている僕とは別に、ラメも他に買いたいものがあるようだった。なんだ。ご主人様、向こうにある掃除用具コーナーを見てきてもいいでしょうか。あー、そっちの方もやってくれる感じなんじゃ。さすがメイドって感じではあるが、掃除用具どうしてまたそんなものを。ご主人様の部屋にあったものは古くなっていたので、新しいものが必要かと思いまして。ラメは本当に気遣い上手だ。こっちが申し訳なくなるほどに。掃除までしてくれなくていいよ。そうはいきません。お部屋の乱れは心の乱れです。
俺にとっての生活で一番の無駄な元になるのは君みたいなナイスバディなんだけどな。お部屋を片付けて綺麗にすることで心の整理もつけられて落ち着くんです。なんだか心理学的なことを言い出し始めたぞ。さすがに掃除までしてもらうのは申し訳ないというか、何から何までラメに任せてしまうのはダメな気がする。ラメにそこまでさせるわけにはいかないよ。僕なら部屋が少しくらい汚くても大丈夫だから。ダメです。心持ちだとどんどん堕落してしまいますよ。なんか、若干お母さんみたいになってきてしまった。ラメがちょっとお母さんみたいになってきてしまったの。私に任せてください。きっとご主人様のお役に立ちますので。ラメは僕の言葉を待たずに掃除用具コーナーへと行ってしまった。その背中を見送って短いため息をつく。しょうがない、ラメに突き寄せようとするか。そう言いつつも僕の胸はなぜか高鳴っていた。ほんの少し幸せな気分さえする。どうしてそんな気分になるのかわからないまま一歩を踏み出す。ちょうどその時だった。あ、電話。おいおいおい、すべての元凶から電話が来たぞ。みんな、おいおいおい、よりの生活に暗闇がさした、そのすべての元凶から電話が来てしまったぞ。なんだ、いい予感がせえへんぞこれ。全然いい予感がせえへんぞ。こんな時間帯にオーナーから電話とか、おいおいおい、なんだなんだ、まさか店燃えてるんか、店火事なんか。相手は僕が働いている店の出資者にして店長で社長である人からだった。急いで電話に出る。お疲れ様です。昨日の店の売上どうだった。こんな声なのかな、抑揚の効いた低い声。あ、低い、抑揚の効いとんやな。もうちょい読み方考えなあかんな。はこちらを脅しているような錯覚になる。挨拶もなし、単刀直入な物言いをするのもそれをイメージづける。少し怖いと思ってしまう。そんな恐怖心を押し殺してオーナーの問いに答える。1号店は11の目標を達成しました。他は？達成できてません、申し訳ありません。ゆっくりと静かなため息が電話先から聞こえてきた。オーナーは怒っている。直感的にそう悟った。出資者やけんな、達成してもらうのが当然だからこそ出資したようなもんなところあるんやろうな、オーナーからしてみれば。あー、そこがやっぱ上下関係きついところやな。昨年までは店舗は3店舗だった。昨年の年商を言いたまえ。1億1000万です。今年から新たに2店舗を増やして全部で5店舗となった。今年の年商の概算はこのまま行くとどうなる？ほぼ変化ありません。店が増えて売り上げが変わらない。上がるのは人件費を含めた経費ばかり。おかしいとは思わないか。まあ、そうやけどさ、だったらさ、店舗を増やす数1店舗にしとくとかさ、増やさずに行くとかいう選択肢もあっただろうにって思うやけど。店舗を増やすからには売り上げも相応についてこなければならない。最低でも昨年の 1.5 倍くらいにはなってもらわなければ困る。恐れながら人手が足りてもいません。急な店舗増加でアルバイトの人材育成が追いついておらず。人材育成、言って聞かせればいいだけじゃ。クズか。あー、もう自分がやれば自分が思った通りにならんかったら気が済まんタイプの人間やけど、それをするために頑張るんはお前じゃないんぞって。それをするために頑張るよはお前じゃないんぞって。お前、お金だけ出しておけばさ、あとは下の人間が稼いでくれるみたいな感じで考えとる人間ちゃうんか。お前どう考えたもん。これ上のさ判断がダメで下がすごい潰れていくパターンのやつじゃん。お前そんなことを簡単に言われても困る。今日本では少子化が進んでいて、アルバイトとはいえ人を集めるのがそもそも難しいのだ。その上から強制されるような頭ごなしの教育をしてしまえば、せっかく集まってくれた子供たちも逃げていってしまう。僕のお店で働いてくれている子たちはみんないい子ばかりだ。そんな子たちに無理をさせるような奴隷的な教育をしたくない。ほんまよ、あんな遅くまで頑張ってくれて
俺のことを気遣ってくれて、それでも笑顔でお疲れ様でしたって言ってくれるような子がおったんぞ。そんな子にそんなことさせたくないわ。もちろんこのことは以前オーナーにも伝えているのだが。お前は以前も店のアルバイトをかばうようなことを言って私に歯向かったな。アルバイトなどただの消耗品だ。ダメならまた次を叩けばいい。わあ、こんなやつ上に立ったらあかんやつやな、お前。どう考えてもオーナー上に立ったらあかんタイプの人間や、お前。金だけあっとったらもう金が全てを決めてしまうんか、この世界は結局。ああ、もう。私の店はそれなりに高い時給を出している。替えの部品なんていくらでもやってくる。世の中は結局金だ。まさにお前みたいなキャラなこと言ってる。まあ世の中結局金っていうところ割と身にしみるような言葉かもしれんわ。低愛じゃないけどさ、うん、金が全てってわけじゃないけどさ、うん、まあそうなんやけどかもしれんけど、お前のやり方はもう周りが気づくからな、お前。はい。お前は今月から減給だ。店の売り上げがないんだ。店長として当然だな。はい。私のためにしっかり働け。そして結果を出せ。そうすれば給料を戻してやる。かしこまりました。僕の返事を待たずに電話は途中で切られていた。身勝手な人だと思う。でも言い返せない。そんな自分が悔しい。ご主人様。わあ、聞いてた。もしかして。振り返るとすぐそばにラメイがいた。心配そうな表情で僕のことを見つめてくる。オーナーとのやりとりを聞かれてしまったのだろうか。ラメの両手には掃除用具が抱えられている。僕の家のことでこんなに気を使わせてしまっているんだ。これ以上心配をかけたくない。いつものことだから気にしないで。これが仕事をするってことだから。でもここまでブラックダウンはなかなか逆にないぞ、お前。ラメ屋が買いたかったものはそれだけでいいのかな。掃除用具買いたいって言ってただろ。あ、はい。これだけで十分です。あのご主人様、どうだ。じゃあ会計しに行こうか。僕の方もあらかた選んだし。何か言おうとするラメ屋の言葉を無理やり遮る。これは僕の問題なんだ。誰かにぶつけていいものじゃない。そう自分に言い聞かせてレジへ向かったのだった。日本のブラック企業ってみんなこんなもんなんかなって。感じのが垣間見えたぞ。おい、日本の政治の方、こんな状況があるやぞ。おい。当初の予定では買い出しが終わったらラメを家に置いてから各店舗を回るつもりだった。私もご一緒させてください。あ、ご主人様が働いているお店見てみたいんです。なんかお前みたいなのが来たらさ、店で働いてる従業員の人どう思うだろうな。家で待っていてほしいと言ってもラメは譲らなかった。それにこれだけたくさんの荷物をご主人様一人でお店に運ぶなんて大変ですよね。微力ながら手伝わせていただきます。あー、その笑顔が眩しいわ。もういつもやっていることだから気にしなくてもいいよ。そういうわけにもいきません。ご主人様は私のわがままに付き合ってくれたんですから、私もお返しをしないと平等じゃありません。いや、すでにこの状況が全然平等じゃないんだよ。何が何でも店についていくという固い意志を感じた。何を言っても聞いてくれそうにないな。わかった。その代わり荷物の搬入が終わったら家に連れて帰るからな。さすがに開店しても店にいられたら仕事にならない。でもさ、こんな子が店におったらさ、バカな男が引っかかって入ってきそうだな。あー、その辺はラメもわきまえているのだろう。はい、ありがとうございます。そして僕らは一緒に各店舗を回って買い出したものの搬入業務に入ったのだった。ご主人様、この食材はどこに置けばいいでしょう。やばい。他の人おるんかな今。
この状況を見られたらさ、ご主人様って呼ばせてるみたいな感じに思われてしまうかな。おるかな。おらんか。まだ店開いてないけん。一番の番号が振られて冷蔵庫に入れてくれるか。かしこまりました。古いものは手前に出して、今日買った新しいものは奥に詰めておいてくれ。了解です。ラメが食材を整理してくれている間に、僕は酒屋さんから届いていたお酒やドリンク類を整理する。それが終わったら日用品の整理だ。キッチンペーパーはバックヤードの方でよろしいでしょうか。ああ、一泊だけ置いといてくれ。残りのキッチンペーパーは他店舗に持っていくから。オッケーです。たかが買い出し品の整理とはいえ、二人で作業を分担して行うことでかなり時間を節約できた。今日はいつもより30分近く早く作業を終えることができた。最後に回った店舗の買い出し品の整理を終えて、店のソファーに腰掛けてラミエと一緒に一息をつく。ありがとうラミエ、おかげでいつもより早く済んだよ。お礼なんてとんでもないです。私はご主人様が働いているお店を見てみたいってわがままを言っただけですよ。ああ、ラミエちゃんいい子やな。うまくいったもんだ。ラメに微笑みかけると、彼女も似たような笑みを返してきた。何のことでしょう。愛嬌のあるとぼけ方だ。思わず鼻で笑ってしまった。だからチャンネル登録者100人いくんだよな。100万人いくんだよな。不思議だよ、今日会ったばかりのラメにここまで甘えてしまっているのが。今日会ったばかりではありませんよ。ああそうだったそうだった、もうずっと前から一緒だったもんな。え、私とご主人様は何年も前から会っております。私が電子の世界にいる時から。なるほど、確かにそうだな。昔から馴染み深い VTuber の天塚ラメが僕のそばにいる。信じられないかもしれないけれど、これは現実の話なんだ。私がこうしてリアルの世界に出てこられたのも、ご主人様が私をずっと応援していてくれたからです。私がたくさんの人を笑顔にしてこれたのもご主人様のおかげなんです。だから私の VTuber としての最後の仕事はご主人様を笑顔にすること。いやー、微笑ましいけどさ、微笑ましいからこそその最後の仕事って部分すごいよ。俺はなんか引っかかるんよな。最後ってなんなん。あー、主人公もちょっと引っかかったらしいわ。最後ってもう天使になっちゃいましたから、これからは VTuber としてではなく天使としてお仕事をしなければなりません。だからそのだからそういう昇格システムなんじゃ。 VTuber として活躍した、認められた一握りだけが天使として仕事できるみたいな、そういう昇格システムなんじゃ VTuber って。そういうものなんだろうか。天使のことについて何も知らないからよくわからない。本人がそう言ってるのならそうなんだろうけど、天使って何なんだ。天使の仕事って何なんだよ。さてと、家まで送っていくよ。はい。対してソファーから立ち上がろうとした、その時だった。なんだ？見知った顔が店の中に入ってきた。あ、店長来てたんでですね。よかった。あ、アルバイトの子なんじゃ。もう来たんじゃ。彼女は店で働いてくれている女の子の一人だ。僕らのいるこの店舗に昨日出勤していた子で、今日はシフトに入っていなかったはずだけど、どうしたんだろう。ああ、昨日笑顔でお疲れ様でした言ってくれた優しい子。昨日出勤した時に財布を忘れちゃって大元で取りに来たんです。店長がいて店の鍵が開いててよかった。そして彼女の目線は僕のすぐそばにいるラミエに向いた。そりゃそうだろうな。店長の知り合いですか。めっちゃ可愛い。っていうか店長が休憩中にいつも見てる VTuber の子によく似てません？よく見てるなお前よく見てるなお前はい、天塚ラミエです。わー、待て待て待てまさか家一番近い子にこれを見られてしまうとは。とんでもない自己紹介を始めてしまったラミエの口を慌てて手をふさぐ。ラミはびっくりしたように僕を見つめてきた。どうしたんですかご主人様。いや、自分の立場を考えろ、自分の立場を考えろ。お前はどうしたもこうしたもないよ。
本来は電子の存在であるラミエが現実にいることをどうやって説明しろって言うんだ。普通の人にそんな突拍子もないことを言ったら大パニックだよ。僕以外の人の前では君は天塚ラミエじゃない、ただのラミエだ。わかった。ただのラミエってもなんかすごい気になるワードやけどな。よくわからないですけれど、かしこまりました、ご主人様。ご主人様呼びも禁止だ。僕のことは店長と呼んでくれ。店長、かしこまりました、店長。なんでそんなに嬉しそうに返事するんだよ。とりあえずラミエと話をつけたところで、ようやくアルバイトの女の子に振り返る。彼女は僕の知り合いというか幼馴染みたいな子で、名前は大丈夫ですよ店長、私こう見えても口が固いんで。え、今流行りのレンタル彼女ってやつですよね。そうきたか。そうきたんじゃ。だからそのご主人様って呼ばせてるみたいな設定みたいな感じで思えたんかな。全然違う。盛大な誤解をされてしまっていた。ごまかそうとしてもなくても大丈夫ですよ。コスプレまでさせちゃって、店長もそういうのが好きなんですね。そうか、やっぱコスプレってところがこういうところで響いてきたか。せっかくの楽しい時間を邪魔しちゃってすみません。邪魔者はさっさと退散します。あー、おい、ちょっと待って待てって。僕が止めるのも聞かず、彼女は忘れ物の財布を回収するとそのまま立ち去っていってしまった。彼女が持っていったのは財布だけではなかったのかもしれません。僕の弱みも持っていっちゃったのかもしれません。やばい、黙っておくから実給倍にしろとか言わせよう。やばい。ご主人様、なんだかすみません。別にラミエが悪いわけじゃないよ。でも悪いわけじゃないんだけど、今の事件で僕が払わないといけない実給が倍に増えました。いや、いいよ謝らなくて。ラメがリアルの世界に出てきたなんてことが知れ渡って大騒ぎになるよりはマシだと思って、無理やり納得するしかなかった。なるほど、バーチャルのキャラクターが現実世界に来て俺と共同、自分と共同生活するって夢みたいな光景だなと思ってましたけど、案外大変なこともあるんですね。